コンテジョルジュスーラのコンテガコンテとは、顔料に粘土やロウなどのバインダーを混ぜた材料を押し固めたり焼き固めて作られる、滑形で棒状の画材である。人工チョークの一種。元は発明者コンテの製品を言う。これとよく似た、ハードパステル類は、コンテパステルとも呼ばれる。 コンテは1795年に画家であり、科学者でもあったニコラ・ジャック・コンテにより発明された。当時、ナポレオン戦争でフランスはイギリスに海上封鎖を受けており、輸入が止まって鉛筆用のグラファイトが不足したため、それを有効利用できる方法として粘土とグラファイトの組み合わせを編み出した。コンテには、グラファイトの細かいクズまで利用でき、製造コストの効率が良い。 粘土とグラファイトの割合を変えることで、硬さの等級を制御して製造しやすいという利点があった。コンテもはじめは、鉛筆同様のグラファイト製のものであったが、やがて白、黒、赤褐色、茶色、灰色のほか、その他様々な色相のものが作られるようになり、良品産出が稀になった伝統的な天然チョークに変わり、使われるようになった。現在では、自然安料。 粘土、結合剤などから製造される。コンテは、スガキやスケッチ、クロッキーに用いられ、顔料が乗りやすいザラメの紙に使われることが多い。中間色となる着色紙に、黒、サンギーヌ、白の三色で描く技法も、天然チョークの時代から使われ、トロワクレヨンという、準備を施したキャンバスに、替え書きとして使われることもある。柔らかいパステルで要求される大胆で、 絵画的な描法とは、対比的に、コンテの正方形の硬い断面はハッチを入れた、精細な製作に適している。ありがとうございます。